公演集をやりたいと思いますので、阿波踊りで、ちょっと一汗かいていただきたいと思います。男踊り、女踊り、それぞれ出ております。それぞれね、踊り方が違うんですけども、基本は同じです。ずっとこう歩いてて、よろしいですか。まず、女踊り、参ります。加藤さんが女踊り参ります。よろしいですか。そこで上げたらしい。はい、女性の踊りはまず、膝を閉じます。両膝を閉じてください。で、ちょっと、膝を折ります。背筋を伸ばしてくださいね。背中丸まってると、高齢者に見えますから気をつけてください。それでは、両手を上げます。両手を上げて、頭の上で、一旦、合掌のポーズをとって、手を手のひら合わせて、それで離します。肩幅で。そして、右足が出たら、右手が前。左足が出たら左手が前。阿波踊りは2拍子です。これの繰り返しになります。よろしいですか。頭に入れてくださいよ。はい、ありがとうございました。続きまして、男踊りです。女性の男踊りもあります。男の男踊りもあります。多様性の時代を象徴しております。よろしくお願いします。男踊りはまず肩幅に足を開きます。膝を折ります。はい、これは女性と同じように背中を丸めないで背筋を伸ばして、立ちますね。そして両手を上げます。肩幅にかけます。手のひらは外に向けないですよ。いいですか？外に向けない。このまままっすぐ上げてください。はい、そして右足が出たら右手が前。左足が出たら左手が前。これの繰り返しです。阿波踊りは2拍子です。音に合わせて、やりますので、はい、音をお願いします。はい、1回やりましょう。はい、右、左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 、はい、ありがとうございました。あと大切なのは、阿波踊りでは掛け声です。私がやっとさーと言ったら、やっとやっとで返してください。やっとさー、やっとやっと。簡単に言うと、元気ですか？はい、元気です、元気です。そういうこと意味です。よろしいですか？一回練習します。あ、やっとさー。はい。あ、やっとさー。はい。はい、OK です。掛け声も二拍子です。一緒に合わせて、踊りと合わせてやってください。それでは、時計回りと反対回りで、ご覧の皆さんも一緒に輪の中に入って、短い時間ですけど阿波踊りを楽しんでください。それではお願いします。はい、やったぞー。
東京公演の夜は8月、今月の24、25の期間。